同じ車なのに航続可能距離がほぼ100キロ違うんですよ。 EV を意識しすぎるとかえって燃費が悪くなる。何も難しくない。ハイブリッドの仕組みを理解するだけで燃費が大幅に変わります。はい、皆さんこんにちは。以前ハイブリッドの運転の仕方について動画を上げさせていただきました。同じ車でもその運転の仕方によって燃費がどれだけ変わるかっていうのが分かってもらえたかなと思います。今回は実際に僕が燃費のいい運転を続けてみてどれだけ変わったのかっていうのをお伝えしたいと思います。あと以前の動画にコメントもいくつかいただいていたのでそちらにも答えていきたいと思います。まずは実際に僕が意識して行っていた運転の仕方なんですが、これはメリハリのある運転を心がけました。燃費とかエコっていうとメリハリのないマイルドな運転をイメージされる方が多いと思うんですけども、それは違います。以前の動画でもお話ししたんですが、 EV は中低速域で、エンジンは高速域が得意なので、それぞれ力を発揮できる領域っていうのが違います。なのでマイルドすぎる運転っていうのはずっと EV で走り続けることになるんですね。EV で走れるんやったらいいやんって思いますよね。でもそうするとバッテリーのチャージが追いつかなくなるので、結果的に EV が適している場面をエンジンで走ることになるんです。なのでそれぞれが得意な領域を使い分けてあげるっていうのを一番意識して運転していました。ちなみに以前の動画のコメントで速度を維持するアクセルワークが難しいっていうコメントが来ていたんですけども、これに関しては僕も未だに難しいです。アクセルを踏みすぎてしまうとEV からエンジンに切り替わっちゃう時があるんで、やっぱりそういうところは体で覚えるまでは難しい部分なのかなと思います。あとは回生ブレーキのタイミングですね。遅いとエネルギーを逃がしてしまうし、早すぎると運転にメリハリがなくなってしまうので、数台先の道路状況を把握して適切なタイミングでブレーキを踏み始めるっていうのが一番大事だと思います。正直僕が意識したのはこの2つぐらいです。他は上り坂なのか下り坂なのか、あと道が混んでいるのか、そういった状況に合わせて臨機応変に対応していくっていう感じだと思います。でもっと細かい運転方法なんですけども、これに関してはコメントですごく細かく書いてくれてる方がいらっしゃったので、そちらの情報を参考に運転するのがいいと思います。他にもですね、もっとこうした方が燃費良くなるよっていう意見がある方はぜひコメントで教えてください。お願いします。で実際この2つを意識する前はガソリンを満タン入れても航続距離が700キロ後半とかだったと思うんですけど、今現在満タンまで入れると800半ばぐらいになるんで、おそらくなんですけど6、70キロぐらいは多く走れるようになっています。何もその特別なことはしていなくても運転方法を変えるだけでこれだけの差が出ました。ちなみに僕と同じ車に乗っている知り合いの方がいるんですけど、その方に聞いてみたら900キロ半ばって言ってました。やっぱりここまで差が出るといかに燃費が運転方法に左右されているかっていうのを考えさせられました。実際エコタイヤを履いているかどうか、あとエコモードを使っているかどうか、やっぱそういうところがあるんで同じ条件下ではないとは思うんですが、それでも同じ車でここまで違うとさすがにガソリンがもったいないなって思いますよね。これからさらに航続距離が伸びるように僕も頑張ります。例えばこんなコメントが来てたんですけど、高速道路で大型トラックの後ろについて空気を切り裂いてもらった後ろを走ると燃費が上がる。これはちょっとぜひ今度試してみたいですね。でそもそもハイブリッドってガソリン車に比べて高速道路がすごい苦手なんですよ。なのでそういうところをちょっとでもカバーできるっていうのはありがたいですね。ちなみにこの苦手な理由としては、先ほどお話しした EV が得意な中低速域っていうので走ることがほとんどないからです。なのでほぼエンジンつきっぱなしでずっと走ることになると思うんですね。でカタログで見てもらってもガソリン車は高速道路モードが一番燃費がいいのに対して、ハイブリッドは郊外モードよりも悪くなってしまっています。なので少しでも燃費を改善できる策っていうのを教えていただけるのはありがたいですね。ありがとうございます。はい、というわけでどうでしたでしょうか。今回紹介したのはあくまでもトヨタのハイブリッドシステムなので、その他の車も同じかっていうとそういうわけではないと思います、特に日産の e パワーなんかは仕組みが全然違うので、その運転の仕方っていうのも変わってくると思います。そちらも機会があればまたお話ししていきたいなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。